成功するためには、成功するまで続けることである。園長の子供のまちゃんです。前回は、太子と足元。太子を、あ、少年よ。太子をいたけ。太子を、太子をいたけって。うん、それも大事。うん。はい。今回は、来ました。徳です。孫徳の徳ではありません。道徳の徳です。これは、人として、特に大事なことです。はい。まあ、まーちゃんが、あれ、何ですか。まあ、神道とかね、仏教とか、まあ、そういうところの お話の中では、徳を積むということが、すごく、人として、何でしょうね。なんか、あれじゃないですかね。こう気持ちがすがすがしくなるっていうか、気持ちいいんでしょうね。そういう生き物なんでしょうね。うん。まあ、そういうことで徳です。はい。君が、徳が大事である。なんとかして徳を高めたい。ということを考えれば、もうそのことが徳の道に入っていると言えます。いやこれ、まっちゃんのあれに似てますね。ね、チキンライス。親孝行って、ね、考えるだけでも親孝行かもしれないっていう感じでね。まあ、徳というものはこういうものだ。こんな風にやりなさい。ならそうします。というようなものをとは違う。もっと難しい複雑なものです。あれ？うん。難しいものです。お、自分で悟るしかない。その悟る過程として、こういう話を交わすことはいいわけです。お互い徳を高め合おう。しかし、徳ってどんなもんだろう。さあ、どんなもんかな。というところから始まっていく。人間として一番尊いものは徳である。尊いものは徳である。だから徳を高めては、高めなくてはいかんと。しかし、技術は教えることができるし、習うこともできる。けれども、徳は教えることも習うこともできない。自分で悟るしかない。前にお釈迦さんが悟った話をしたでしょう。お釈迦さんでも修行していかに観難辛苦しても悟れないときは悟れないわけです。悟れるときは何の苦労もせずに悟れた。けれど、私が思うには、お釈迦さんは、終始一貫悟りを開きたい、この宇宙というものについての道を知りたい、という欲求だけは強かったわけですね。死にかけて倒れて気絶するというその瞬間でも、それだけは忘れずに求めていたのだと思います。それで、菩提樹の下で、ほっと悟りを開いた。そんなもんですからね。君がそういうことを考えることはいいと思うし、私に質問していることもその過程を踏んでいるわけです。だからそういう心構えでやっていってください。私もしっかりやるから。ということで、自問自答。大事だと思うことを要求する。自分に強く要求する。自分で悟る。
という曲のお話でした。はい、次、心の改革。まあ同じようなもんですね。はい、本年になりましてからは、いつだこれ、まあこの1月10日本年度の経営計画につきましては一応のお話をいたしましたのでありますと。まあまあ、例えば、本年は非常に悪い年でありますが、しかし悪い年やと言っていたら、引っ込み事案になったり、また意気消沈していたならば、悪い年はさらに悪くなる。それではいけない。悪い年というものは、考え方によると非常に我々にも、脳を考えさせる年である。また、平勢に考えられなかったことを考える年である。そういうことになると思わ、なると我々は考えたい。だから非常に、悪い年は同時に心の改革ということが行われて、そしてそれが将来非常な発展の基礎になるんだというような意味の話を申し上げたと思うのであります。そして、考えてみますと、悪い年は必ずしも悲観する年ではない。それは新たに出発するところのめでたい年であると。だから皆さんしっかり一つやってみてください。今日不景気になり、今日不景気になり、その他ももろもろの困難に直面はしておりますが、その直面しているということをいたずらに恐れてはならない。むしろこういう時にこそ全てにおいて物の考え方を変えて、今まで考えつかなかったものの考えつくことができる。ですからこの不景気を迎えたということは、考え方によると非常に意義のある年であるというようなお話を申し上げて、皆さんにもよくご了承を願い、会社は力強く活動に入っているのであります。自問自答、悪い年は悲観する年ではない、めでたい年なのだ、考え方を変えるチャンスなのだ。パパボン、パパボンだって、パパ、パパボンのパパだ。ということで、自問自答、この2つですね、考えてみてください。はい、ちなみにあれです、基本的に子供に対して、言っているつもりです。まあそれが結局大人でも通用するっていうか、大人でも同じだということなんで、子供へなんでということで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。じゃあね、バイバイ。またねー。